とちゃんと録音してこれがずっと使いますから大丈夫大丈夫大丈夫ですかね。今のD がうんって言ってますから大丈夫責任取ってくれますから大丈夫すごいすごいすごい。あとで、あの間違ったと消しといてください、ね、どこ間違ったか分かんな い, かんないこれをずっと今後使わせてあもうこんなんでよかったら もちろんもう、うん、しかもね、最後の最後でエンディングテーマも実は今回実はそっちはね、そうなんですよね、もう送らせていただいたんですよ、ね、そうなんですよ、はい、本当に手箱というタイトルで、はい、ありがとうございます。恐れ入ります。もうそんなね、楽しくしたいなと思って。いや嬉しいね、本当に、本当に嬉しい。もう私にできることはね、もう音楽しかないんでね。いや本当ですよ。もうね、他にいろいろできたらいいんですけども、本当に音楽だけでね、やってますんで。いや先生、逆に羨ましい話ですよね。そうですよね、音楽ができるということで、ね、うん、それもありがたいですよね。もう好きなことやって、おまんま食わせていただいてるわけですからまあお仕事になってるわけですからね。で、今のジングル、まあ、サックス吹いていただきましたので、はいはい、サックスプレイヤーだっていうことはもう分かるね、分かるわけなんですが、はい、お名前が佐藤陽介さんという方です。よくできました、ありがとうございますで、佐藤陽介さんは東京都出身でそうです、いらっしゃいます、はいはい、高校からジャズギターを演奏していて、よくご存知ですね。っていうのジャズはもうそこから世界に入ってる。でもギターなんですよね。そうですね、一番最初に演奏し始めたのギターなんですよね、楽器が、はい、でそこから大学に入りまして、北海道との縁ができるわけですよね、はい、そうです、はい、そしてサックスに、うん、行きました。社会人になってからですね、まあ、初任給の次ぐらいの給料でサックスを買いましてまあローンですけど、もちろんね、それでサックス生活が始まりましたね、はい、はい。そして、まあ、プロとして活躍するに至るんですけども、一旦ちょっとお仕事されたりとか、はい、大学卒業してからはすぐですね、薬医薬品の卸問屋の会社に、うん、働かせていただきまして、8年ぐらいやってました。あ、結構ですよね。はい、営業職も配達の仕事、営業の仕事、それから本社勤務もね、うん、ちょっとしたりして、それで8年やった後に、自分のね、人生1回しかないし、好きな音楽をもう好きなだけやってみたいなという気持ちでね、うん、それで会社の方をちょっと辞めさせていただきました。本当にお世話になりました。どうもありがとうございましたこの場借りてこの場借りてもうね、今もお忙しく仕事されてるかもしれないけど、はい、そして、まあ、プロとなるわけなんですけれども、うん、そしてニューヨークに行くっていうのにはまだ時間がかかるんですか。はい、5年ぐらい札幌の中で先生とか、あと、うん、ね、サックスの先生とかね、それから演奏の仕事とかもしてましたし、うん、それで、まあ、5年ぐらいした時点でニューヨークに行くことになりましたね、はいはい、そしてニューヨークに行って2014年にはグラミー賞ベストジャズボーカルアルバムを受賞しているグリゴリー・ポーターさんのアルバムで、はい、サックスを、ね、もう渡米直後にも彼とはもうすぐ知り合って、うん、だからもうずっとアメリカにいる間ずっと7年間8年弱ですね、うん、はもうずっと彼と一緒にやってて、それがすごいですよね。もうね、本当にうちの近所でやってたそのパブがあったんですけど、近所のパブっていうのがニューヨークらしいですね。そうですね、本当にハーレムに住んでたんでね、そのハーレムにあるそのセントニックスパブってもう今なくなっちゃったんですけど、うん、そこで知り合ってずっと毎週演奏してて、だんだんまあ人気も出てね、いろいろ CD なんかも、最初のアルバムがまあ、ウォーターっていう彼のファーストアルバムが、うん、ノミネートされたんですね、うん、グラミーにノミネートされて、なんかちょっと様子が変わってきたんですよね、うん、もうそれから、まあ、今もう日本に住んでるんですけど、最後の4年ぐらいはもう本当にもうツアー、うん、もう毎日毎日年間300日ぐらいはもう飛行機本当にそういう生活で、うん、それで、まあ、日本、まあ、逆に言うとね、ニューヨークに住んでるっていうよりスーツケースに住んでるっていう、ね、スーツケースに住んでるか、まあ、バックステージにね、控室に住んでるっていうかね、そういう家いらないですかね。そう、それでもうニューヨークに家持っててもしょうがないって、うん、それだったら日本にね、うん、成田空港の近くにって思って、うん、住み始めたのが千葉県の佐倉市ってところなんですけど。だからなんですね。そうなんです、うん、でそこに住み始めたらなんかもうもう日本の素晴らしさにね、なんかもう改めてまた気がついちゃったっていうか、うん、
でもそのねグレゴリーずっと一緒にね演奏してたんですけど、ちょっと日本で自分の好きなことやってみたいということで、まあ、彼に、まあ、暇をもらいまして、という経緯なんですね。なんかこのままジャズの話聞きたいですよね。本当だけど、今日は英会話の玉手箱何が出るかわからないということで、佐藤さんですか、はい、最初にそのアメリカに行く前の英語のレベルっていうのは、もう何にもないです。うん、まあ要は大学一応出ましたんでね、うん、そこまでの大学ので必要だったレベルっていうかね。うんうん、ですからもう逆に言うと。うん、もう使い物にならないっていう、日常会話できないっていう状態ですよね。行ってみてもまず最初にその彼らの喋る言葉がね、もうなんかマシンガンのようにダーッと言ってくるわけでしょ。ボソボソっとね、はっきり言わないし、ね、もう一、ね、もう一回言ってくださいって言ったのもね、なんか意味が何て言ったか分からないから、もう一回言ってくださいって言っても、向こうの人はね、全然うるさく言うだけで全然ゆっくり喋ってくれないんですよね。確かにね、ニューヨークまたそういうちょっとニューヨークの言葉ってありますしね。まあ今から思うとね、逆にその何て言うんでしょう、いろんな国の人住んでるでしょ、だからね、割とアバウトなイングリッシュでいいんですよ。あ、そうなの。そうだからみんな慣れてるから、あ、この人英語はそんなに喋んないんだなっていうふうに思ってくれるんでね。へー、オーセンティックな英語は全然期待されてないですね。そう、ニューヨークはね、ニューヨークはもう逆に、うん、もう、あ、その程度 OK、で分かるからいいよっていう、へー、もう間違いようが、もう何しようが、もう彼ら自体がね、大した英語じゃないですから。すごい、すごい本当ですよ。逆にもうそういうふうに思えちゃえば、割と気楽に喋れるんですけど、そう思わないとね、結構緊張しちゃいますよね。あ、ニューヨークなんか世界の中心、そう、本当にそんなことないんですけどね。割とだから住んでる人なんかほとんどが田舎者ですよね、言ってみれば。もう東京に似てるとこありますね。そうです、まあ、言葉は悪いですけどね、まあ、愛を込めて田舎者。そうですよね。もうニューヨーク出身でね、ずっとやってる人なんていうのは本当半数もいないんじゃないかと思うから。まあでもやっぱり苦労はしますよね。まあ、英語はね、最初も本当に恥も随分かきましたし、もう、それもあれですか、英語はどっか英会話学校かなんか行って勉強したんですか。一応ね、最初はね、ビザを取るときに何のビザもなかったんでね、学生ビザっていうのを取ったんです。そうすると学校に一応行かないといけないんですよ。出席取られて出席足りないと、その要はビザを取り消されちゃうわけですよね。だから行かなきゃいけないから行くんですけど、まあなんかそこもね、なんだか日本人の人がいっぱいいてね、もう英語使わなくても全然なんかみんなコミュニケーションできちゃうんですよ。だからもうみんな英語喋らない英会話学校なのに、先生にだけちょっと相手してるみたいな。もう先生もね、そんなやる気がないんですよ。なんだかね、英語学校として先生はそれまずいですよね。そう、まずい。ただもう彼らのその生徒たちの目的もね、英語をやるために行ってるんじゃないから、要はニューヨークにいたいっていうだけで、ビザをキープしたいっていうだけで行ってるから、楽なら楽なほどいいんですよ。なるほどね。そう。まあね、本当にそういう感じだったんですよ。ということで、現実問題、本当に英語を覚えたのは本当にあれですね。まあ、仕事を通して、そうですね。音楽を通して覚えたっていう感じですよね。そうですね。結局まあ本当に最初は、まあそれほどね、ツアーも最初のうちなかったですから、まあ地元の、ね、地元というか、まあ、ニューヨークに住んでるミュージシャンたちとのなんかやっぱ仕事しなきゃいけないって、やっぱり言葉がないとね、やっぱ喋らないよりはやっぱ喋れた方がやっぱりいいですよね。まあいくらニューヨークでね、みんながそんなに流暢じゃない人もいるって言ってもね、もうただもう生活もしなきゃいけないしね、一番大変だったのはね、マクドナルドはまだいいですね、マクドナルドはまだいいけど、あれがね、サブウェイが結構ハードル、あれサブウェイ日本にもありますよね。あります、帯広にも。サブウェイがね、結構緊張してね、初めてサブウェイ行った時、あれいろんなこうオーダーをね、まずしなくちゃいけない。最初にパンを選ぶ時にね、その What kind of bread you want っていう、What kind of bread you want ですね、What kind of bread you want って言われて、What kind っていう言葉が聞こえたんですね。 Kind、 あ、
あの店に来てくれて親切にありがとうって言われてんだなと思って You are welcome とかって言ってたんですよ。 You are welcome とか言ってて、なんかこう照れてるような格好してね、そんな親切じゃ、親切じゃないよ僕はみたいな、うん、そしたら向こうすっごい困った顔してもう一回言ってくるんですよ、What kind of friends do you want? それで、あ、そんないいよいいよ、もう僕親切かもしれないけどもういいじゃん、あの注文に行こうっていう感じで僕は一生懸命言うんですけど、そんなね、もうカインドって要はカインドってね、どんな種類のっていう意味もあるわけでしょ、ね、うん、もうカインドブっていう言葉が知らないから、カインドは親切だと思ってるから、うん、もうね、それで恥かいてね、うわ、そう面白いね、それ僕使わせてもらいます、あ、そう、ね、使わせて、ね、もうカインドブなんていうのはね、カイナ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 、あの人たちカイナカイナばっかりでしょ、うん、もうカイナ、要はあのスペルだってね、あの訳してカインダーってね、うん、もう KINDA でカインダーっていうぐらいで、うん、もうみたいな、日本人の人がいやなんか何々しちゃったみたいなっていうのでね、うん、カインダーって、うん、そういう表現で使いますよね。使いますね。いや今日なんか俺美味しい、うん、あのビーフステーキ食ったぜ、帰んなみたいな、うん、言葉のみたいなっていうね、うん、何度でもつける、うん、だからもうそういう言葉が結構いくつかありますよね。はあ、それ住まないと分かんないんですよ、うんうん、そうですね、教えてくれないもん、意外とね、そうですね、意外だとあのポイントなんですよ。あ、そうですか。意外とね、英語できてもね、一番難しいのはね、そういうファストフードのレストランになる厨房が難しかったりするわけ。そうですね、本当に。それでね、また焦るんですよ、うん、焦っちゃう、あの店員の人がね、どんどん言われるから、そうそう、店員の人がね、うん、後ろが並んでんだけどみたいな感じで見られないとね、早くしてくれ、こんなもん分かんないのかって、ね、そうそうそう、うん、ああとかそれ、ために疲れるんですよ、そう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 なんかもさもさ、もうパニックですよね。確かに結構ね、もうハードル高かったけど、まあまあそういうのもね、うん、含めて、うん、まあやってるうちにね、だんだんまあ、それでまあツアーなんかするようになるとね、もう本当にほらもうそれこそもうやつらと一緒にね、やつらってメンバーですよ、ごめんなさいみんなをね憎んでるやつらって言ってるんですよ、仲のいいその メンバーねと一緒にもう1年のほとんどの時間を彼らと過ごさなきゃいけないわけですよ。そうするともうね、嫌でもだんだん覚えてくるんですよね、うん、だんだん覚えてくる。なんかこうジョークなんかをねちょっと覚えたりする、まあ、ジョークってことでもないですけど、例えばまあさっきのファストフードで言えばね、うん、まあ、マクドナルドですよね、うん、マクドナルド、はい、日本ではね、マクドナルドのことマクドって呼ぶんだよとかって言うと、うん、みんなが、そうなんだとかって喜ぶし、うん、で、まあ、そのうちなんかね、マクドナルドほら私たち世界中旅しますでしょ、うん、ヨーロッパ行ってみたりしますでしょ、アメリカじゃないとこいっぱい行くんですけど、そうするとマクドナルドあると、うん、あ、やったって、あのマクドナルドあるねって、うん、マクドナルドって世界中どこでも味同じだから、うんうん、安心だねって、うん、なんか変な外れないから、うん、でそれでマクドナルドね、うん、でこれごめんなさいね、表現の話なんですけど、うん、彼らはね、マクドナルドなんか車に乗ってて見ると、うん、There goes マクドナルドって言うんですよ、 There goes There goes There って、うん、そこにの There ですね、うん、で goes って、うん、GOES の goes ですね、うん、マクドナルド、うん、There goes マクドナルド、うん、マクドナルドどこにも行かないだろうって思うんですけど、うん、そこにマクドナルドがあるのね、テアゴスマクドナルドって言うんですよ、うんうん、そういう表現するんです、うん、そんな表現は学校では教えない、ね、教えない、絶対に間違った英語ですよね、うん、間違った英語ですよね、うん、でも日常ではもうみんなが使ってるっていう、うん、あります、まあ、そういう風に使いますよね、うん、なんか間違った文法の言葉とかいっぱいありますよね、うん、まあとにかくそのマクドナルドなんかを見つけると、うん、あ、アメリカのエンバシーがあるって、うん、アメリカ大使館だとマクドナルドのことをマクドあのアメリカのネンバスに言ってみんなが「やあ陽介!」みたいな感じで受けちゃうわけですよ、ね、受けちゃうわけですよ、そうそうそう、まあ、そういうジョークなんかね、これ使えると思います、使います、マクドナルド見たらアメリカのネンバスにいたよ、もうアメリカ人も大爆笑ですよ、アメリカ人喜びますね、そうそうマクドナルドね、マクダニエルとかやって呼ぶとまた喜びます、うん、いや、ヨースケディラゲインみたいな感じでヨースケディラゲインみたいな感じでもうマクダニエルとかマクデイブとかなんかわざとそういうの間違って呼ぶわけですよそうすると、まあ、それでつかみは OK、 つかみはカインダカインダですね、もうそれが、そう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 、
すごい、ね、もうこういう風になるのは行かないとってことですか、うん、先生、そうだね、やっぱりね、まあね、なんかもう生活を通じてね、やっぱり覚えないとダメなんですよね、まあ喋らなくて当たり前なんかですよ、逆に言うとね、うんうん、いやだってね、うん、あの僕の立場からしてみればね、僕はもう英語喋ってやってると、お前らに合わせてね、俺はね日本語のエキスパートだと、で英語もそこそこお前と会話できるから喋る、お前たちを見てごらんって自分を、お前たちアメリカは英語はね喋るかもしれないけどね、他の国の言語これだけ喋れるのかというふうに言ってもいいわけですよね。ねえ、そうですね、こっち合わせてやってんだからみたいな感じでいかないとね、うん、でもよくもうあの僕の英語もバカにされましたけど、まあ、そういうのも含めて、まあ、彼らもジョークで、うん、まあ、やってますから、うん、そうそうそう、まあ、まあそういうことも含めてね、うん、楽しめればね、うんうんうん、でもなかなか大変ですけどね、まあね、うん、まあ、一歩目はちょっと間違ってもいいやって気持ちになれるかどうかだなってちょっと思うんですよね。本当ですね、うん、何も恥ずかしいことじゃないしね、うん、第二外国を喋ってるわけだから、まあできなくて当然ですよね、うん、外国語だから、そう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 、うん、ただやっぱり英語喋れるっていうだけでね、うん、世界中に行った時に、うん、例えばフランス行ってもね、うん、まあ、彼らの言葉ではないですけど、うん、彼ら結構喋れるわけですよ、うん、そうするとコミュニケーションが取れるでしょ、うん、これがね日本語だけだったらね、うん、ちょっと難しいでしょう、多分全く違うからね、今までツアーで行った中で、全く英語は通じてなかったっていうような国ありましたか？国でっていうのはないんですけど、やっぱりフランスなんかでも、うん、田舎の方に行くとやっぱり通じないですね、うんうん、やっぱり小さな国、例えばオランダとか、うん、ベルギーとか、うん、まあ、ルクセンブルクもそうかな、うん、なんかそう小さい国の方はね、皆さん語学が素晴らしい、うん、堪能、フレンチ喋れる、スパニッシュ、イタリアン喋る、まあ、当たり前のようにすごいです、ね、それで彼は独自のこと、もちろんダッチはダッチであるわけですからね、オランダ語、ルクセンブルグ語もあるんですよ、ルクセンブルギッシュっていう言葉があるんですけど、何人喋ってるのか知らないですけど、ちゃんとあって、だけどそれ以外にね、ベルギー人なんてのは三カ国語普通に喋りますから、ね、喋ります、やっぱり隣接、うん、もう3キロだって行ったら隣だとかっていうになっちゃうわけですから、ね、あれだけ小さいとね、だからもう小さい国の人は喋るのが当たり前なんだよとかって、まあ、謙虚に彼らは言うんですけど、でももちろんちゃんと習得した過程があるんですよ、彼らもね、母国語じゃないわけだから、まあ、やっぱり教える環境もやっぱり早くから教えるし、もうやっぱり実践する機会が多いから、もうそれはやっぱり覚えますよね、うん、やっぱりこう伝えたいことがね、どうしたってあるわけだから、そうやっぱりそれをね、よく言うでしょ、なんかほら何が一番、うん、語学を習得するための近道ですかとかって、彼氏彼女をね、 そっちの人をもっとね、うん、っていいとかって言います、うん、それは何かっていうと、うん、実際それは作りゃいいんじゃなくて、その伝えたいことができるとか、聞き取りたいことができるっていうことがね、うん、なんかそういうのモチベーションになって、ね、うん、勉強しようって気持ちになるわけでしょ、きっとね。そうですね。多分ね。まあなんか仕事もね、ツアーなんかはそうでした、もう結局それ喋らないともう誰もね喋る人、うん、日本語使える人いないわけです、いないですよね、まあ、ね、そうだよね、まあ、でもミュージシャンは音楽っていう一つの言語だと思うんですけども、あ、そうですね、音楽やってる間はいいんですよ、うん、初めの方なんかはね、結局喋れないのにほら仕事をいただくでしょ、そうするとね、音楽やってる間はいいんですよ、ほっとするんですけど、音楽が終わるとね、これ話しなきゃいけないってこれがねプレッシャーで、もう最後の一曲の最後の一音吹き終わった後、よしこれからが仕事だって感じでねもうそれまでリラックスして音楽楽しかったのに、よしこれからじゃあ喋んなきゃなと思って、もうこっからが大変です、もう顔引きつってね、笑顔を無理やり作ってヘローとかって言って話しようとしても、向こうがね喋ってきてもこっちはもう相槌打つばっかりだしね結構英語で MC なんてやることもあったんですか？いや僕はね、結局僕のリーダーバンドってのはあんまりなかったから、うん、まあ1回だけあったんですけど、うん、あんまりなかったんでね、うん、MC っていうのはそんなになかったんですけど、うん、やっぱりこうプレイしてた人たちに結構彼らなんか気さくに話しかけてくるわけですよ、うん、ねえ、うん、ねえ、ねえ、That was really good ってね、とか言ってこう話しかけてきてくれたら、うん、Thank you しか言えないとね、ね、寂しいでしょ、Thank you so much しか言えないとね、なんか、いや、だからなんか、お決まりのね、フレーズぐらい、なんか、ね、Thanks to you、ね、
your help とかね、うん、あなたたちの助けのおかげで、うん、いい遊びできたんだと思いますとかって、うん、Thanks to an enthusiastic audience とかってね、すごい熱い観客のおかげだよとかって、うん、僕たちもステージの上でね、楽しい時間を持ったよとかね、うん、ちょっとずつフレーズが、ね、そうそうそう、増やしていくわけでね、うん、We had a nice time on the stage too、うん、and thanks to you って、うん、ありがとうあなたたちのおかげでって、うん、そういう言葉をもう少しずつこうフレーズをストックして、うん、まあ、でもそれも今言った3つぐらい言ったらもう終わっちゃいますからねこっからも大変ですよ。そうですよ。で例えばお客さんが例えばあのニュージーランドから来たお客さんだとかっていうとね、あのあじゃあこの間あの僕ラグビーのワールドカップ見てましたよとかって、優勝しておめでとうとかっていう話をしてみたりとか、あのまあイギリスなんか行ったりするとね、イギリスなんてあれブリティッシュイングリッシュ、はい、ブリティッシュイングリッシュがオーセンティックなわけでしょ、うん、そうそうそう、アメリカ人はちょっと欧米でね、あのブリティッシュなまりとかって違う、うん、アメリカの方がなまってるんだと思うんですけど、うん、全然違って聞き取るのが大変、あのね Where are you staying? って言われて、うん、Where are you staying? staying だそう、ね、staying ってさ、ホルスタインかなと思って、ホルスタイン牛が頭に連想しちゃったスタイン分かりませんっていう感じで、なんて言ったのって言ったら Where are you staying? って言うんですよStaying どこに泊まってんのホテルはって、あーっていう感じですよね。もう僕もね分かんなかったんですけど、これイギリスのイングリッシュのジョークで、これ有名なやつですけど、I'm going to hospital to die. To die. To die. オーストラリアだ。To die. You know, 死にに行くっていうね。ただ彼らは today って言ってるんですけど、To die ってね。これ有名なんですけど。イギリスもオーストラリアもちょっと似てる。いや、もともとあのイギリスからオーストラリア。ああ、そっか、そっか。イギリスの多分ロンドンのあの訛がそのまんま。あれはそうですね。ロンドンですね。なんて言うんだ、なんとかって言うんでしょ、あのダイアログのことをね、うん、ダイアレクツのこと、うん、ダイアレクツのこと、コクニーアクセントかな、コクニーって言うんですかね、うんうんうん、だからニュージーランドなんかもね、うん、きっとそうでしょ、うん、あの、うん、楽器で言うとあのベースなんかもね、うん、バイス、うん、ご存知、雨はラインラインですか、あ、ラインですか、線に聞こえますよね、うん、ちょっとね、もちろん私もそのよくご存知ですよね、いやいや、あのニュージーランド行って、あ、そうでしたから、あ、うん、もう本当にやっぱり 2,3 日かかりましたよね、ちょっとね、アジャストするのに時間が、あのアメリカのメンバーもね、何言ってるのか全然わかんないって言ってたから安心しました、うん、ね、あのね、ウェールズなんか行ったら大変、わ、うん、からない、わからない、うん、やっぱウェールズとかスコットランドとかね、きついですよ、大変ですよ、そうなんだ、もうね、アメリカ英語全然大丈夫だと思ってても、うん、で、アメリカ人でさえ、うん、7割わかんないなって言ってるから、まあ、イギリス人からするとそのアメリカ英語を使う人はちょっとなまってる、ダサいだそうです、そうだと思います、そうだと思います、アメリカンイングリッシュだっていうなんかミヤモンよっていうあのイングリッシュね、すごい巻く、舌を巻くね、あるがそうそうそう、もうちょっとあのブリティッシュのパーカッシブっていうか、もうちょっとクリーンですよね、うん、そうですよね、だから日本人からすると少し発音はしやすいかな、かもしれないです、最初のそっちに慣れてたら、うん、きちんとね、言葉をあの言うっていうのはいい英語だって言うんだけど、うんうん、やっぱり普段から聞いてる英語ってやっぱアメリカンが多いよね、普通に日本人は今ね、うん、だからやっぱり違和感感じますよね、そうです、さて時間がまたちょっと変わりまして、はい、ね、今日のゲストはジャズプレイヤー、サキソフォンプレイヤーの佐藤陽介さんです。こんにちは。こんにちは。この時間は英会話の玉手箱ということで、浦島先生とお送りしています。さて、いろいろ佐藤さんに英会話について、まあ生きた会話ですよね、まさにそんな話を伺ってきて、うんうん、で、あの音楽家だからこそ世界をこうツアーで旅して、うん、生きた英語をその土地国によって違うということを感じていらっしゃる、うんうん、これは面白い話でしたね。いや、面白かった。よかった。あ、何度かあの知れましたよ。面白い情報。使ってください。使ってセミナーだとかね。先生でもですか？いやもうね、うん、でも浦島さんもね、ブリティッシュイングリッシュが上手で、びっくりしました。びっくりしました。全く。まあ、でもそうして第二外国語として英語を使ってらっしゃる方もいろんな国にいるわけで、うんうん、私たちも
まあ、英会話が苦手な日本人と言われてますけれども、なんか勉強していくと世界広げていきますよね、うん、そうですね、もう本当に使いたくなりますよ、うん、少し使えるとね、ねえ、佐藤さん他の言語には興味ないんですか？いやもうね、ツアーしてる時はエイジアンも何かやりたいなという気持ちもありましたしね、うん、今ちょっとあれですけど、そうですね、でもなんかせっかく英語少し喋れるからね、うん、なんか使える機会があったらいいなと思ってます、ね、今もう日本にお住まいですから、うん、そうですね、日本語がメインになっちゃいますけども、そうですね、また英語が使える機会が、そうですね、もう積極的にボランティアなんかちょっと登録したりしてるんですけど、本当ですか？少し使える機会があればと思って、だからね、なんか大事なことはでもきっとこう、うん、そういう英語を喋る人と自然に付き合うってことがね大事なのかなと思うんですよね、うん、話したいことはいっぱいあるんですけど時間がね時間がないよっていう顔で美穂さんがね僕を見てまた喋るんだなっていう顔でいっぱい喋りたいんですけどね、どうしよう、メッセージいきますか？そうですね、英語学習への学習者へのメッセージというのがありましたので、はい、大事なことだと思うんですけど、何を喋るかってことが大事だと思うんです、うん、英語っていうのはただのツールなんですね、うんうん、コミュニケーションツールで喋りたい内容が大事であって、すごい極端な言い方をしますと、くだらないことばっかり言ってるんだったら英語喋る必要ないんですよ、うん、英語勉強してもね、英語喋る人にあなたはくだらないことばっかり言う人間なんだなということを伝えることになっちゃうんですね、伝えたい内容、自分がどんなことを伝えたいか、伝えたいことを持つってことがとっても大事、うん、さっきのね、うん、彼女彼氏作るにしても、その元は何を伝え、愛を伝えたいわけでしょ、うんうん、愛を感じ取りたいわけでしょ、それを持つってことが大事で、言葉先じゃないです、音楽も同じです、伝えたいものがあった音楽演奏してるから、ね、これはね英語ではね How to say、うん、なんて言う、 What to say is far more important than how to say、 That's right, that's right, that's right. Exactly. これね、exactly. 結局僕が大学時代に英語を英語クラブで勉強した時に、うん、先輩がすでに言ってたことだ、うん、そうなんですか、うん、What to say is far more important、so. than how to say、exactly. Absolutely right、うん、だから喋らないことを恥ずかしがちがダメ、なぜかというと伝えたいことのために自分が恥をかいたっていいわけだから、頑張って伝えればいい、そうだから伝えたいことが美しいってことが大事、うん、伝えたいことがあるんですか、ね、ありがとうございます、長島さん、いや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 、ね、なんか昔のこと思い出した40年前のことでも急にだから面白いね、その表現を聞いた時に、ああ、あれだと思ってすぐ出ちゃった、音楽も同じです、ね、自分がね、自分はうまいんだ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 っていうための音楽は必要ないのね、テクニックでね、じゃない、うん、それは素晴らしい、テクニックの研鑽は素晴らしいけど、うん、その背景にあるものがないんだったら音楽、うん、僕そういうのはしたくないです、うんうん、伝えたいことが先ですね、はいはい、その伝えたいことが佐藤さんには終わりでライブがあるんですよ、そうです、そうそうなんです、はい、今日ですね、今夜9時からですね、帯広 B フラットメジャー、セブンスというお店、うん、ベースのね、佐々木さんのお店で、彼が地方のジャズクラブというふうに自分でねおっしゃって、ここを盛り上げるために、頑張って続けてらっしゃるお店なんで、ここで、ライブさせていただくのすごい光栄に思ってます。そして明日は、こちらのレストランでランチをエルパソさん、はい、明日僕行きます、あ、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんどちらも、どちらも来てください、ね、メンバーがちょっと違うんですよね、はい、今日がビーフラーは、はい、静香さんと、うん、それから清水博明さん、はい、ドラムの方と、はい、で源さんがベースで、うん、ベースピアノドラムス、はい、でサックスっていう編成になりますけども、はい、明日ランチエルパソは青谷匠さんのベースで、もういいんですよ、はい、めちゃくちゃいい、青谷さんのベースいいですね、またね、源さんも素敵ですけども、もちろん楽しみにしてるんですよ、2人と、まあ、ここは日本で日本語で会話できるんですけど音楽での会話が、ね、そうですね、はい、はい、本当に楽しみにしています、はい、こちらはジャズライブということになっております。今夜は B フラットメジャーセブン、そして明日はランチョエルパソにお出かけください。佐藤さんに会うことができます、そして佐藤さんと会話もできると思いますが、日本語で大丈夫ですあ、そうですねえ、英語でもいいですけど、日本語でいいです喜んで、もう楽し皆様とお話できるのをすごい楽しみにしてますので、ぜひ
あの顔怖いかもしれないですけど話しかけてください。全然怖くない。大丈夫。今日はあの YouTube でもあのこの後アップしてちょっと時間いただきますけれども、はい、あの佐藤さんのお顔もご覧いただきますと、そんな大した顔じゃないですけどね。ごめんなさいね、これ僕のせいじゃないんでね。とても素敵な佐藤さん、もう本当にそのユーモラス、ユーモアというのもお持ちでした。またぜひ遊びに来ていただきたい。あ、ぜひぜひ、はい、また喋らせてください。ね、はい、よろしくお願いします。うん、では先生、エンディング。